シスアニ TV。 井口ゆかがなんとなく聞いたことがあるけれどわざわざ行かないスポットを陽気に練り歩く、井口ゆかのゆかりのお散歩。前回立石商店街にあるおもちゃ屋のお母さんと猫に触れ合った井口さん、童心に帰り欲しいものを買ってるみたいですね。ピンクのうんち、プニプニしたの多いですね。ポニョポニョ、私さっき外でちょっと欲しいのあったんですよね。ちょっと外見てもいいですか。これと、すごいスマホ売ってる、おもちゃ屋さんでスマホ売ってる6ヶ月から使えるスマホ売ってる。あれやばい、サイリウム売ってる、しかも黄色。あ、私黄色の役を演じることが多いので、じゃあちょっとサイリウムを買おう。日産 GTR、 あー日産 GTR、 これにしようかな。シルバーにしよう、お願いします。これください。はい、はい、電池も一緒に、はい、さあということでおもちゃも買いましたよ。ありがとうございました。またね、にゃんにゃん。おまけしてました。え、何おもちゃおまけしてくれたんですか。サイエム1本おまけしてくれた、やったやった。サイエムの使い方丁寧に教えてくれたんですよ折って振るんですよ、知っております、使い慣れております。そろそろ小腹もついてきたり、いやまあたこ焼きとたい焼き食べたんですけどねいやでもなんかいろんなお店があっていいですね。なんかまったりしますね。あ、おお、美味しそう。あ、なんかお腹すごい空いてきた。これはご飯を食べるしかないかもしれない。いっぱい食べたけど、芋ようかん買っていきたい。入ってみますか。行ってみよう。こんにちは。浅草に本店を構える和菓子の老舗船和。ここは本店からのれん分けされた唯一のお店ですよ。じゃーん、ということで船和にやってまいりました。ご飯を食べましょう。脱いだら半袖真冬だよなんかいろいろ種類があるんですよね。このね、私これが気になるんですよね。美味しそう。オムライス食べようかな。さあ、ということで揃いましたよ。ふふー、美味しそう。まずは汁から行きたいんだな。あったかいの飲みたい。なんて言ったってほら1月に半袖だからさ温まりたい。いただきます。あ、美味しい。温まるね。オムライス行きましょう。チーズ入りですからね。あ、本当だ、トロトロしてる。いただきます。なんか今日私食べてばっかりな気がするけど気のせいか。いただきます。うーん、卵がトロトロ、チーズ美味しい。なんだこれ。この後オムライスを完食し、名物の芋羊羹もいただいた井口さんでした。ごちそうさまでした。いや、美味しかったな。美味しかったですね。じゃあ次なる場所へ移動移動。いや、今日何個食べたかな、何を食べたかな、何カロリー食べたかな。次回、食事の後は愉快に遊ぶ。